都島明蔵、都島ビク大正11年2月9日は日本の陸軍軍人政治家最終階級は陸軍中将広島市長広島県平民秋国家が出身都島文霊の次男明治8年2月陸軍兵学寮に入り同年12月陸軍士官学校に入学 明治10年4月、陸軍共同団付見習い士官となり、同年11月、陸士に寄港。明治12年2月、砲兵将尉に任官し、同年12月、陸士砲兵科を卒業した。明治13年5月、大阪鎮代野戦砲兵、第二代隊付となり、共同団共艦、要塞砲兵幹部練習所練習員を経て、明治23年5月、 法兵少佐に昇進し、要塞法兵第一連隊大隊長となる。その後、法兵、第二方面副費下げり、要塞法兵幹部練習所長を歴任。明治27年11月から翌年11月まで、日清戦争に出征し、この間、臨時徒歩法兵連隊長、東京湾要塞保塁団司令官を務めた。明治十八年十一月、 方兵会議審査官に就任、陸軍要塞方兵射撃学校長に移動し、明治30年10月、方兵大佐に進級した。明治32年10月、東京湾要塞方兵連隊長に発令され、明治35年5月、陸軍少将に昇進し、要塞方兵官に就任。翌年一月、野戦方兵官を兼務した。明治十七年五月、 工場砲兵司令官権第三軍砲兵部長に発令され日露戦争に明治38年6月まで出生。旅順行為戦では第三軍の全砲兵を指揮した。明治38年1月、独立重砲兵旅団長に展示砲展開戦に参戦した。明治39年2月、要塞砲兵官に就任、重砲兵官に移動し、 明治41年12月、陸軍中将に進んだ。大正元年9月に退命となり、翌年9月に休職。1914年1月7日、予備役となる。1915年4月1日に、抗備役となり、1919年4月1日に、退役した。大正3年1月29日、広島市長に就任、同年4月2日退任。 abcdfghijklmnopqrstuvwxyz e aabacadai 人事更新録4番手2ページとしまい委員、アイタウンページ漢方第431号大正3年1月8日漢方第812号大正4年4月20日漢方第2009号大正8年4月17日 歴代広島市長、官報第3521号、除任及び、事例1895年3月29日。官報第4302号、除任及び、事例1897年11月1日。官報第5767号、除任及び、事例1902年9月22日。官報第百八十八号、除人及び、 事例1907年10月12日。漢方第94号、除人及び、事例1912年11月21日。漢方第451号、除人及び、事例1914年1月31日。漢方第2680号、除人及び、事例1892年6月6日。 漢方第3671号、除任及び、事例1895年9月21日。漢方第3824号、付録、事例1896年4月1日。漢方第4027号、除任及び、事例1896年11月30日。漢方第6426号、除任及び、 事例1904年11月30日。官報号外、除人及び、事例1906年12月30日。ありがとうございます。